朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の敬愛する金正恩元帥が、12月1日、朝鮮人民軍前線砲兵部隊の砲兵隊集中打撃演習を指導しました。金正恩最高司令官を、朝鮮人民軍総政治局長のファン・ビョンソ次帥をはじめ、軍隊の幹部が現地で出迎えました。最高司令官は、今日は新年度の戦闘政治訓練の開始初日だとし、訓練も戦闘という労働党の戦闘的スローガンを胸に刻みつけ、新年度の戦闘政治訓練に立ち上がった全軍の将兵皆を熱烈に祝いました。そして、銃を持って国と人民を守り、反米対決の最後の勝利を収めるべき人民軍にとって、訓練の強化は革命の運命、革命武力建設の総裁を左右する死活の問題となる。すべての部隊、区分隊が、党の訓練第一主義のスローガンのもと、訓練に拍手をかかって、全軍が特等産訓練熱風で湧き返るようにしなければならない。2017年は、偉大な金日成主席の生誕105周年、偉大な金正恩総書記の生誕75周年、朝鮮人民軍創建85周年になる有意義な年だ。必勝の信念をもって、新年度の戦闘政治訓練に革命的転換をもたらし、来年の戦闘力強化の誇らしい成果で輝かそう。新年度の戦闘政治訓練の開始日に響く爽快な放送は、全軍の将兵皆を党の訓練命令実行へ力強く励ます契機になるだろうと述べました。最高司令官は監視台で、朝鮮人民軍前線砲兵部隊の火力陣地配置の状態と、砲兵隊集中打撃演習の計画について聞きました。そして、数十キロの海岸に並ぶ数百門の大口径の自走砲を眺め、すごい、砲兵器の絨毯を敷いたようだと述べ、明るい笑みを浮かべました。最高司令官は、腐敗の異様をとどろかし、陣地を占めているあの砲兵器には、人民軍の砲兵武力の強化に尽くした偉大な金日成主席と金正恩総書記の献身と労苦が秘められている。戦闘の日々に命中の砲声だけをとどろかせることで、主席と総書記の不滅の指導業績を輝かせなければならないと述べました。演習には、南朝鮮海雷北西図書防衛司令部管下の第6海兵旅団と、リョンピョン島部隊を消滅する任務を受け持っている、南西前線水域最前線の島防御隊の砲兵区分隊と、ソウルをはじめ、主な前線打撃方向と補助打撃方向の南朝鮮作戦地帯の軍事対象物と反動統治機関を打撃する任務を受け持っている前線中長距離砲兵区分隊が参加しました。最高司令官が命令を下すと、朝鮮人民軍前線砲兵部隊が殲滅の砲声を上げました。最高司令官は、素晴らしい光景だ。すごい。あの中で生き残る者は何もない。戦闘が起きれば、南朝鮮の者らをあんなに打ちのめさなきゃ。殺打撃で南朝鮮の者らの対応意志を完全にくじき、それでも断末魔的にあがく者がいれば、わめき立てる者、悲鳴を上げる者一人残らないよう、根絶やしにすべきだ。勇ましい我が砲兵が狙いを定めるところは、いずこも敵軍の屍の山にすべきだと、誤張を強めて述べました。金正恩最高司令官は、最高司令官が命令を下せば、敵の総骨に情け容赦ない砲兵打撃を浴びせ、汚らわしい敵兵の跡形もないよう消滅するとの、朝鮮人民軍リー・ソングック第四軍団長の話を聞いて大きく笑い、良い決心だ。正義の戦争の勃発とともに、南西前線の砲兵部隊が挙げる勝利の砲声は、南へ前進する人民軍部隊に翼をつけてやるだろうと述べました。最高司令官は、放射撃競技と砲兵隊集中打撃演習が成功裏に行われたことに大きな満足の意を表しました。そして、
砲兵をもって祖国統一の大門を開き、砲兵の祝福の射撃で祖国統一の勝利を祝うのは、労働党の砲兵十士官、砲兵哲学だ。祖国統一の再戦で人民軍の鉄拳である砲兵に対する党の信頼と期待は極めて大きいと述べました。金正恩最高司令官は、南大戦は砲兵戦で、空と陸地、海、そして前線と後方の区別がなく立体的に展開される現代戦争で、砲兵の活用は作戦と戦闘の運命を決する重要な要因だとし、砲兵武力強化のための重要課題を示しました。敬愛する金正恩元帥が、朝鮮民主女性同盟第6回大会の参加者に送った歴史的な書簡、全書簡は、キム・イソン金正恩主義家の旗印のもとに、女性同盟の活動をさらに強化しようが、ナイジェリア・キム・イソン金正恩主義研究全国委員会のホームページに載りました。金正恩総書記をしのぶ全国委員会が11月26日、デンマークのコペンハーゲンで発足しました。委員会は、金正恩総書記の逝去5周年にちなみ、その聖なる革命的生涯と不滅の業績を称える政治文化の催しを行うことにしました。一方、金正恩総書記をしのぶマレーシア委員会が11月29日に発足しました。キューバ革命の最高指導者、フィダル・カストロ・ルス同士の死去に弔意を表すため、朝鮮民主主義人民共和国党及び国家代表団を率いて、キューバ共和国を訪問中の朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長の党中央委員会チェ・リョンヘ副委員長が、11月30日、国家評議会庁舎で、キューバ共産党中央委員会政治局委員の国家評議会サルバドル・アントニオ・バルデス・メサ副議長に会いました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の敬愛する金正恩元帥が、キューバ共産党中央委員会第一書記で、キューバ共和国国家評議会議長のラウル・カストロ・ルス内閣首相に送るお見舞いの言葉をチェ副委員長が丁寧に伝えました。バルデス副議長は、尊敬する金正恩元帥が、カストロ同士の死去に際して大使館を弔問に訪れ、党及び国家代表団を送ってくれたことに、キューバの党と人民の名で深い謝意を表しました。1日、平壌の人民文化宮殿で、朝鮮農業勤労者同盟第8回大会記念写真展、太陽と五穀百花の開幕式がありました。関係者と農業勤労者同盟の活動家、同盟員、市内の農業勤労者がこれに参加しました。共和国のハンギョン北道北部の被災地に、新築または増改築された学校で、初の授業が始まりました。開校式が1日、現地でそれぞれ行われました。李樹を内閣副総理をはじめ、中央と地方の関係者と教職員、生徒、父兄、建設者が開校式に参加しました。開校式の後、関係者と教職員、父兄が授業を参観しました。11月29日と30日、平壌の科学技術殿堂で、全国教育情報学部門科学技術発表会が行われました。朝鮮科学技術総連盟中央委員会主催の発表会に、キム・イソン総合大学教育委員会、国家科学院、人民大学修道などの教員と研究者、技術者、大学院生が参加しました。発表会は、教育情報、科学技術情報、コンピューター技術文化に分けて行われ、110編余りの論文が紹介されました。閉幕式では、優秀な論文の提出者に賞章が授けられ、表彰がありました。1日、平壌の人民文化宮殿で、世界エイズの日の催しがありました。保健医療従事者と関係者、世界保健機関の中長代表、国連常駐コーディネーター兼国連開発計画常駐代表など、国際機構の代表、各国の外交代表がこれに参加しました。
この日、平壌と各道でもエイズ予防の宣伝キャンペーンが行われました。朝鮮中央通信社の創立70周年記念行事に参加するチェイホン社長率いる総連朝鮮通信社代表団が1日、空路平壌入りしました。朝鮮総連中央常任委員会オーヘンドク副局長率いる在日朝鮮学生少年芸術団が1日、空路平壌入りしました。1日、朝鮮民主主義人民共和国外務省スポークスマンが談話を発表しました。談話は、国連安全保障理事会は、今年9月の共和国の核弾頭爆発実験を問題視して制裁決議を可決した。これはアメリカの手玉に取られる国連安保理がその権能を出して共和国の自衛権を否定したまた一つの一権行為、主権侵害行為で共和国は強く糾弾し全面排撃する。国連安保理は核実験を含む核暴力強化の措置など主権国家の自衛権の行使を禁止させるいかなる権限もなく、国連憲章とどの国際法典にも核実験が国際平和と安全に脅威になると規制したのはない。今まで全ての常任理事国を含む多くの国が核実験とロケット発射を数千回も行ったが、国連安保理がそれを禁止したことは一度もない。非同盟国をはじめ全般的な国連加盟国が国際法の上に君臨して列強の政治的道具に登用されている国連安保理を指揮を改革することを切実に求める理由がまさにここにある。オバマと手先らが卑劣な制裁と圧迫で共和国の核武装の路線を諦めさせ核強国の地位を崩すことができると思うなら実に愚の骨頂ということだ。制裁は必ず緊張激化をもたらすだけで、朝鮮半島と地域の情勢が統制不能な状態に陥る場合、その全責任は制裁決議可決の首謀者であるアメリカが負うことになると述べています。2日、朝鮮アジア太平洋平和委員会が声明を発表しました。声明は、アメリカを頭とする敵対勢力が11月30日、国連安保理の名を登用して、悪辣な対朝鮮制裁決議第2321号をまたもやでっち上げた。いわゆる制裁決議が採択されると、アメリカはホワイトハウス報道官を通して、北が一度も経験しなかった方式のプレッシャーになるだろうと言った。日本も官房長官を通して決議が全面的かつ厳しく履行されるようにすると言った。果てはイケル屍のパク・クンヘ政権まで真夜中に声明なるものを発表して積極的な歓迎などと言ってアメリカ、日本などとともに追加的な独自制裁を追求している。これに盲従して一部の加盟国が定見もなく調子を合わせている。国連安保理で採択された対朝鮮制裁決議を共和国に対する前代未聞の極悪な挑発として糾弾し断固と反撃する。国連安保理が採択したこの度の制裁決議が核兵器とロケットの保有の棚であるならその元凶のアメリカから一番強い制裁を受けるべきだというのが我々の原則的な立場だ。朝鮮人民軍と朝鮮人民はアメリカと追従勢力の極悪非道な制裁を超強硬の対決で打ち砕き、国の自主権と民族の生存権を頼もしく守っていくだろう。アメリカが途方もない名目のもと、共和国の自主権を踏みにじり、生存権と発展の権利を全面的に否定し脅かすほど、バラバラなより強力な対話措置を招き、自分の安全と制裁に加担する国々の経済的利益を大いに害する悲劇的な結果だけをもたらすことになる。朝鮮人民軍と朝鮮人民は国の安全と平和を守るための自衛力の強化も世界を驚かせる社会主義強国建設も飛躍的な宇宙征服もアメリカをはじめあらゆる敵対勢力の旋動を粉砕するための全面対決に飛行させ服従させるだろう。
世界は共和国の最高の利益をゆゆしく侵害したこの度の制裁決議が追及する弱肉強食の強盗さながらの論理が絶対に通じないことをはっきり見ることになると述べています。1日、民族和解協議会スポークスマンが談話を発表しました。談話は南朝鮮の各階層の朴槿恵退陣闘争と野党の弾劾攻勢に慌てふためいた傀儡保守団は北風のでっち上げで刻一刻迫ってくる絶望の危機から逃れようと断末魔のあがきをしている。セヌリ島内の朴槿恵一味は各階層の大規模なキャンドルデモを背後勢力の扇動による内乱だと罵倒し、民主労総のバックに大きな差し金の勢力がいて、野党のバックには用意周到な北の工作員がいる。中高校生の背後にも北寄りの教祖がいると途方もない謀略宣伝に明け暮れ、北が南派遣のスパイに送る暗号指令放送まで再開し、総決起の指示を下していると言って日増しに高まっている国民挙げての抗争が北に操られているかのように世論操作を企んでいる。また極右保守団体は各階層の朴槿恵退陣闘争が北より左派による国家転覆の企みと関連している。主力は12名の北よりスパイ団とデタラメを言いまくっており、果てはインターネットを通して集会場所のコンハモン広場で北の潜伏スパイが落とした労働党の党員証が発見されたというデモまで流している。問題はこうした北風謀略の茶番劇が余命いくばくもない朴槿恵の差し金で大統領府の手先によって考案され、大統領府の指令のもとセヌリ党と極右保守団体によって演出されていることにある。特大の汚職事件で再起不能の総破産に直面した保守系集団は北風のでっち上げに熱を上げている。退陣を強く求める南朝鮮の各階層の大衆闘争を何としても北の操りによるものとでっち上げて、進歩と保守の理念の対決に方向を変え、保守支持層を集めて不利な形勢を少しでも収拾しようというのが朴槿恵の狡猾な実策だ。北風のでっち上げで活路を見出そうとの傀儡保守集団の愚かな妄動は、積もりに積もった民意の怒りを一層強く爆発させるだけだと述べています。1日、朝鮮民主主義人民共和国挺身省のリー・ヨンイル電波監督局長が国際電気通信同盟フランスアラン市無線通信局長に手紙を送りました。手紙は国際電気通信同盟の憲章第42条と無線規定第15条第1項に対する南朝鮮挺身行政当局の乱暴な違反行為について、国際電気通信同盟無線通信局に数十回の違反報告書を通知し、強い対策を取ることを求めたことを想起させる。朝鮮挺身省は南朝鮮挺身行政当局に通知したという国際電気通信同盟無線通信局の回答を9回も受けている。ところが南朝鮮挺身行政当局は今なお共和国地域に故意的で必要な方法で共和国のアナログテレビ放送システムの7、8、10、11の4チャンネルでテレビ放送の電波を中止せずに発射し、共和国のテレビチャンネルに華々しく監視を与える違反行為を続けている。最近はテレビ放送の時間を従来の16時間から20時間に増やす重大な行為まで働いている。これを受け共和国挺身省は提起した問題についての決定的で即時的な対策を取ることを国際電気通信同盟無線通信局に強く提起すると述べています。朝鮮民主主義人民共和国教育委員会スポークスマンが1日、談話を発表しました。談話は11月28日、傀儡教育省は国定歴史教科書の検討本なるものをインターネットに公開した。傀儡集団は国定歴史教科書の検討本に対する意見を非公開の方法で受け入れた後、補足完成の過程を経て来年3月頃に全日の中学校と高等学校に適用すると騒いでいる。これは歴史教科書の国定化に反対する民心に対する我慢ならぬ愚弄で、
時代の流れに真正面から逆らうまた一つの極悪な盲導だ。国定歴史教科書なるものは父の名誉を回復し、親米、親日の罪とファッション独裁を正当化しようとする独分野の抑止の目的を実現するための歴史話局の教科書だ。分けても北の核と人権問題、挑発など共和国の尊厳と体制を悪辣に抽象する内容を記載したのは、歴史教科書国定化の対決的な目的と犯罪的正体を赤裸々に見せている。共学を禁じ得ないのは、この度の国定歴史教科書の編纂に人間のクズに過ぎない精神知る一味が主席だの何なのと介入して立役者の役割を果たしたことだ。朴槿恵集団がどんなにあがいても歴史の真実は覆い隠すことも消すこともできない。南朝鮮人民は歴史の真実を曲げようと最後のあがきをする朴槿恵集団を破滅のどん底に死を放り込み、歴史教科書に正義と真理の新しい歴史を記すべきだと述べています。南朝鮮の連合ニュースによりますと、米軍と南朝鮮傀儡交戦勢力が11月30日戦時連合作戦能力アップのためのビジラントエースを合同演習を開始しました。アメリカ侵略軍第51戦闘飛行団と海兵航空団など米太平洋軍司令部所属の5つの部隊、そして傀儡空軍第20戦闘飛行団と第38戦闘飛行大隊など10個の部隊が演習に投入されました。重大なのはこの演習が共和国の最高首脳部と主要戦略革新施設を主な目標にしていることです。一方、傀儡北西諸島防衛司令部は11月29日、ホットスポットである諸村西海の5つの島一帯で海上射撃訓練を猛烈に展開しました。傀儡海兵隊は4ピョン島砲撃戦の日を機に、11月の1ヶ月を海兵隊戦勝の日とし、12月まで全部隊の臨戦態勢の点検と統合訓練を予定し、対決モードを煽っています。南朝鮮各界の強い官位と球団にもかかわらず、汚職事件の責任を逃れ、退陣を拒否する朴槿恵を止まらず権力の座から引き下ろすための第1回ゼネストおよび市民不服の日の運動が11月30日、南朝鮮全域で一斉に展開されました。この日、アメリカ、フランス、スイス、ニュージーランド、カナダなど各国の傀儡大使館前で、全国民主労働組合総連盟のゼネストに連帯する国際労働会の連帯行動がありました。朴槿恵政権退陣緊急国民行動と経済正義実践市民連合事務局長、産業民主社会市民連帯共同事務局長など各界の人が、またもや国民を愚弄し冒涜した朴槿恵の3度目の国民向け談話を強く非難しました。朴槿恵退陣テジョン運動本部は、朴槿恵の3度目の国民向け談話を糾弾して、セヌリ島テジョン市委員会の前で記者会見を持ちました。また、11月29日、共に民主党をはじめ野党側も、朴槿恵の国民向け談話を厳しく糾弾し、京阪新聞、CBS などジャーナリズムも、11月29日と30日、朴槿恵の談話は、危機脱出と執権延長のための政治術策だと強く非難しました。以上でこの時間のニュースを終わります。チェ・ジョンイル、カンソニがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。日本の無謀な軍国主義復活策動についてお話ししましょう。日本が南スーダンに派遣する陸上自衛隊に新たな緊急出動の任務を与えることにしました。11月15日の閣議で安全保障関連法案に基づく新たな任務である緊急出動警護が付与されるにつれ、12月12日から現地施行されるといいます。今、日本当局者は新たな任務の施行について、地域の平和と安全保障のため、自衛隊の国際平和協力の歴史に新たな第一歩となるなどと喧伝しています。そもそも日本は世界の平和と安全を云々する資格がありません。日本は20世紀の前半、
世界人民に計り知れない不幸と苦痛を与え、世界の平和と安全保障に甚だ支障をきたした戦犯国です。日本はこれについて今なお真面目に認めておらず、被害国に対する賠償の国家的義務を回避している唯一の国です。それどころか、戦争法の施行で東方の盟主になるという愚かな妄想にとらわれて無分別に振る舞っています。日本は日米防衛協力指針の改定と安全保障関連法案の採択により、日本周辺に限られていた自衛隊の活動範囲を世界へ拡大し、アメリカなど同盟国に対する軍事的支援にかこつけて、世界の任意の地域での軍事活動を可能にしました。安全保障関連法案の主な内容の一つである平和安全法制整備法案を見ても、日本が直面する安保危機事態を他国からの直接的な武力攻撃事態のほか、日本に重大な影響を及ぼしかねない重要影響事態、日本と密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、そのまま日本の存立が脅かされる事態にまで拡大して、自衛隊が世界のどこでも米軍をはじめ同盟国の軍隊が行う戦争に参加できる道を開きました。日本の反動勢力が安全保障関連法案が平和法であるかのように宣伝していますが、日本の民心はすでにこれに戦争法の烙印を押し、それに従ういかなる動きにも反対しています。最近、共同通信の世論調査によりますと、南スーダンでの緊急出動警護任務の遂行に対し、回答者の過半数が反対と答え、青森県の三沢市での集会で人々は、海外の危険な紛争地域に武力を派遣するのは、政府が戦争の利権を得るためだと主張し、強く抗議しました。これは安倍政権が必要に推進している憲法改正と自衛隊の海外派遣により、またもや戦争に巻き込まれるかもしれないという日本人の不安な心理をそのまま反映したものです。世界は極めて危険な侵略勢力、戦争勢力として蘇っている日本に、世界の平和に貢献してほしいと頼んでも望んでもいません。陸上自衛隊に与えられた新たな緊急出動任務というのはまさに、国際平和でなく、戦争への新たな第一歩として、無謀な段階に入った日本の軍国主義策動を改めて見せるものです。日本の無謀な軍国主義復活策動についてお話しました。柿の木の中隊。朝鮮労働党の戦軍革命指導の歴史には、不正室の偉人たちの不滅の足跡が記されている柿の木の中隊についての感動深い話もあります。柿の木の中隊、この言葉は北東さんの偉人たちと兵士の間の一心団結の源について物語る時代用語です。1984年、1995年2月、偉大な金正日総書記が国の海岸を守っている行政の海岸砲兵中隊を視察しました。偉大な金日成主席の現地指導の足跡が残っている中隊の砲座で、総書記は女性たちの戦闘訓練を見ました。そして部隊を離れる前に、柿の実が熟する季節にまた訪ねてくると兵士たちと約束しました。その約束を守って、またもやここを訪れた総書記は、母が服務した中隊に勤める兵士と双子の兵士に会って評価しました。主席と総書記の配慮が宿るここの中隊についての話は、今も人々の胸を強く打っています。1901年、2012年8月、敬愛する金正恩元帥がこの柿の木の中隊を訪れました。元帥は、話を聞いただけでも胸が熱くなる柿の木の中隊は、
兵士たちを心から思いやった総書記の宣言革命指導の歴史が記された中隊だと言いました。林水は中隊の各種を見て兵士たちの歌なども聞き親しく談笑しました。そして別れを惜しむ兵士たちの思いを察して兵士一人一人をそばに立たせて記念写真を撮りました。公園に送した兵士たちはこの世のあらゆる幸せを独り占めしたような喜びに包まれました。この日元帥は総書記そのままに尊い時間を兵士たちのために捧げました。中隊の指揮官たちに会えなかったことが気にかかってまた来て写真を撮ると約束し、その後ある大会に参加した中隊の指揮官たちを呼んで栄光の記念写真を撮りました。このように兵士たちに深い配慮を寄せたので国中の人民軍軍人皆が元帥と生死を共にする革命の同志戦友になったのです。柿の木の中隊、高台氏とお話ししました。